皆さんこんにちは、古いオートバイのカタログをね、一緒に見ていただければ幸いでございます。今回はですね、本来のものじゃないんですよ。はい、ミスターバイク BG っていうね、そちらに付録としてこうついたね、ちょっと小さいんですけど、ただこういうカタログがあったんだよっていうね、貴重なものでございます。はい、今回はそう、男です。男川崎、650。おー、来た。W1 スペシャル。W1 スペシャル。はい、私が生まれる前ですね。まだ、でも違うな。これ71年のカタログだ。ね、71年の W1SA と、73年の 650RS。そう。途中からね、650RS って名前になったそうです。W1 が。そう。要は、7班 RS っていうのが出ましたね。いわゆる Z2 っていうんですか、あれ。ね。それに合わせたように、650RS っていう名前がね、になったっていう話を聞いたことがありますけど。はい。で、W1 っていうのは、W1 と W1S、W1SA っていう一応種類があるみたいですね。で、これは W1 スペシャル SA っていうタイプなんですかね。このタンクがね、こういう色になってるのはね。あのメッキの横についてるんで、最初のやつは昔ながら、なんか古いバイクみたいな、黒いタンクに両脇に、こうメッキのやつがついてるみたいなね。まあ青とかもあったかと思いますけど、まあメッキのがついてるっていう。だから目黒みたいな。ね。そういうイメージの。で、マークも川崎じゃなくて、いわゆるあのなんか昔の目黒チックな、エンブレムがついてたかと思うんですけど、で、W1 っていうのが最初にあって、そして W1S っていうのが、私の知ってるところですけどね、違うかもしれないです。すいません。はい。諸先輩方の方がね、よくご存知だと思うんですけど、W1S っていうのは、キャブが2つになったんですかね。2キャブになった。最初のはなんかシングルらしいですよね。どうなんですかね。で、SA になって、まあ、タンク、こう、なんかこういうタンクになったんですか。で、あと、ブレーキとチェンジペダルが逆になった。通常のオート、今の通常のオートバイみたいになった。昔のは左で後ろブレーキ、右でチェンジペダルっていうね。そう。だからそれは嫌だっていう方もいらっしゃるんですけど、でも逆に、それこそがダブワン乗りだっていうのは難しいですね。はい。どうなんですか。はい。さあ、見てまいりましょう。こんな感じだね。こんな感じだね。なんて言うんですか、これ。高速ハイウェイ時代にマッチした。いいですね。ですよね。はい。に、ね、マッチした。こう繋がってんのかな？こういう風にね。こういう風に繋がってるみたいですね。はい。マッチした、日本の高速 GT って書いてあります。余裕のある人の、余裕のある車。当時はね、車って書いてある。ここに車って書いてました。そうですね。私はお腹が空いてるようです。すいません。ちょっと失礼してね。はい。大型車特有のダッシュ、パワー、安定感の良さを十分に発揮します。いいじゃないですか。大排気量 74×72.6mm オーバースクエアタイプ、欧州車スタイルの OHV バーチカルツイン2気筒4サイクルエンジンは、高回転高出力の強力なパワーとともに大容量の絶対的な余裕を持つものです。日本最初の本格的二輪 GT ニュー 650W1 はゆったりと楽しめるビッグマシン。大型車特有のダッシュ、高速連続走行性能、安定性、ゴージャスな居住感などを豪快な排気音とともに味わいください。いやー、たまらんですな。これはたまらんですな。ねえ、豪快な排気音。そうなんです。W1 のいいとこはね、あの排気音なんですよね。そう、規制前ですから、まだね。規制受けてないですから。このマフラーでね。だから、W650 っていうのがね、まあ、平成の時代に発売になりましたけど、やっぱり物足りないって言われちゃうね。しょうがないですね、これはね。800になってもっと静かになりましたからね。今の目黒。すごい静かなんじゃないですか。あれ多分800ですけどね。そういうのはまあしょうがない部分もあるんですけど、まあ、普通の人から見たら、これだろうが何だろうが一緒ですから、これで爆音立ててれば、爆音って言わないのかな、豪快な音立てたら、何あれ、うるさいって言われるんですよね。だからこういうバイクはね、例えば、万が一ですよ。ないと思いますけど、ない、ね、100歩譲ってないと思いますけど、これ整備してくれ。確率一回あった。やべえ。一回あったかな。いや、それはない。ね、もうない。ないと思う。もう売っちゃったから、そのこと乗り換えてるから、ない。で、エンジンかけらんないですよ。そこまでうるさくない。
そこまでうるさくないよね。いい音するね。豪快な音がするんです。たまんないですね。高速 GT としての安全対策。おいいじゃないですか。確認のしやすいスピードメーター。アンドタコメーター。落ち着きがあり安定したオールブラック仕上げ。トリップメーターノブは雨が入らないように裏側へ。ああ、いいですね。ヘッドランプ上の警告灯、スピードが80キロ以上になるとランプが点滅します。点滅なんだ。鬱陶しいですね。そう、昔はね、二輪車で80キロだったんですよね、高速道路で。今は100キロになりましたけど、今は120キロか。あの区間は。東名とか120キロ出していいんですかね、オートバイでもね。昔は80キロだったんですよ。軽自動車とオートバイ、大型トラック80キロだったんですよ。いつからですかね、100キロになったのね。いい時代になりましたね。まあ、オートバイね、スピード出ますからね。300キロだなんて、川崎なんかね、やってましたからね。250キロ、260キロ、270キロ。ね。GPZ900R、GPZ900R、RS って言うじゃないでした。900R から、もうね、続く、GPZ1000RX、ZX10、そして、ZX11。素晴らしい。もうね、川崎の、最速伝説ですよ。ね。もう、どんどん、加速していくっていうね。何の話だったんですか？そう。80キロになると点滅するんです。ね。メーターが点滅する。素晴らしい。ね。操作のしやすいメインスイッチ。ハンドル中央部。これね。昔はこう、横についてましたね。横とかね。こう、タンクの下あたりにね。うん。まあ、あれはあれでね、味があっていいんですけどね。はい。やっぱここはやりやすい。どうですか？ハンドルロック、一緒なんですかね？ダブワンって。いや、違ったな。まあいいや。大型で明るいヘッドランプ&フラッシャーランプ&テールランプ。ニューデザインによる防炎性の強化。いいです。防振だ。どうなんですか？ヘッドライト明るいですか？ダブワンは。ねえ。バックミラー。ユニバーサルジョイント方式により防振性の向上。音色の鋭いクラクション。高速ハイウェイ時代にふさわしいものです。どういうことですか？クラクションがめっちゃ詳しいんですか？いいですよね。新しいメカニズム、新しいフィーリングが川崎から誕生します。左チェンジ、右ブレーキ。ね。左チェンジ、右ブレーキ。いわゆる普通の音になりましたってことです。ダブは SA からね。SA から。はい。トランスミッション、ワンダウン、スリーアップシフト。四速マニュアルなんですね。フロントブレーキ等。フロントブレーキ操作によってテールランプが点灯します。昔のはね、そう、フロントブレーキつかなかったんですよ。ついてなかった。確かに。うん、フロントブレーキついてなかったですよ。だから、つかなくていいんですよ。昔のはね。だからそれでまあ車検通るんですけど、まあ、ついた方がいいですよね。うん、ついた方がいい。この人はケーブルに仕込んでんのかな。昔 CB125 とかケーブルに仕込みが、仕込みって言ったらあれですけど、ケーブルに仕込んであるんですよ。そう、ケーブルを握ると、ケーブルが動くとスイッチが入って、真ん中辺じゃないか、上の方にブレーキスイッチ の配線が2本出てね。で、それ繋ぐんですよね。で、こう握ると、それが作ってね。そういうのありましたよね。ありました。はい。左右グリップ。スイッチ類を左側にまとめましたので、より操縦安定性を増します。なるほど。カブはね、右にみんなつけるようにしてましたけど、左につける。ね。右はもうスロットルに専念するってことなんですかね。うん、これ、チョークがありますよね。チョーク右についてましたね。これ、ね、こうかっこいいんですよ。あのアルミ製かなんかのね。あれ鉄ですか、あれメッキ、鉄メッキですかね。ね、あれでこう。で、普通チョークって、ワイヤーを引っ張った時に、オンじゃないですか。ですよね。で、戻して。走ってる時は走る、もう温まって走る時は戻す。ね、ケーブルだから。ダブは逆ですよね。走ってる時引いてますよね、あれで。確かね。確かそういう、じゃなかったでしたっけ。私はそんな気がしたんですけどね。いや、変わってんなと思って。これがダブワンというやつか。タンクデザインは、ね、いいですか？タンクデザインはオートバイの顔。より重厚な、そして明るい拡張感を持つニューデザイン。15リッター容量。ね、いわゆるこのタンクね。この、おなじみっていうか。エストリアとかこういうタンクありましたよね。そう。このね、はい。タンクですよ。ワンタッチ方式のタンクキャップ、ね。いいですね。タックロール式のブラックダブルシートは。快適な乗り心地をお約束。長距離ドライブにも疲れを知りません。すべてがラグジュアリアス&キングリー設計。走るマシンから乗るオートバイへ。川崎独自のアジャスト機構。
リアクションアジャスト機構、3段切り替え調整が可能です。これ、今みんな当たり前のようにスクーターとかもついてますけど、ね。これがすごかった。これがすごかった。ブレーキペダルはアジャストスクリューにより微調整が可能。すごいですね。コンタクトブレーカー、2ポイント方式。イグニッションコイル、1個から2個。高品質ヘッドガスケット。180度クランクってことですか?ということですよね。コンタクトブレーカー2つあって、イグニッションコイルが2つあるんだから。知ってますか?コンタクトブレーカーって。え?お前ふざけんな。お前こそ知ってるのか。ね?俺たちの時代には当たり前だったよ。ね?コンタクトブレーカーね。あれをヤスリで擦るんだよ。ね?接点がな、痛むから、つって。荒れちゃうとダメなんだよ、つって。ちゃんと隙間を揃えなきゃね。0.3 ミリから0.4ミリぐらいだよ。これちゃんとこうやるんだよ、つって。ね、これが要なんだよ。コンデンサーだって変えなきゃダメだぞ。という感じでね、お叱りを受けるかもしれませんが、はいね、コンタクトブレーカーっていうのが、ね、あったんですね。はい。コンタクトブレーカーとかパッて開いた瞬間に、溜めてた電気がそっちへバッて流れて、イグニッションコイルに流れて、そして点火するっていう、すごいシステムでございます。非常にクラシカルだね。機械的な。そう。だから無接点方式になったでしょ ?CDA になって。そう。だからそういうのがメンテナンスフリーになるっていうね、良さがあるんですけど、でも、この時代のオートバイって未だにいっぱい残ってますよね。それはなぜか。こういうところがシンプルだからです。機械的なものだから。簡単なんです。だから残ってるんです。今でも乗れるんです。ね。それをもちろん変えてる人もいますけどね。CDA とかに。でも、ね、乗れるんです。だからそこがすごいところですよね。昔のオートバイってそういうところがあるんですよ。ね、ダブワンスペシャルの主要処理ありますよ。すごいですよ。04加速 13.7 秒。すごい。途半能力35度。ね、最小、燃料消費率はいいですか ?50 キロで37キロリットル。ね、最小回転半径、2.3 メーター。ね、OHV 624cc。圧縮比 9.1。53馬力。7000回転。5.7 キロ5500回転。指導方式キック。オンリーです。セルなんかついてません。点火方式はバッテリー。だバッテリー上がっちゃったらエンジンかかんないですからね。ちゃんとバッテリーって、常にバッテリーはいいものを用意すると。循環方式はドライ散布方式でございます。なんかなんかのコメントで、ドライ散布知らないのっていうコメントありましたけどね。知らない。はい。トランスミッション、型式、常時噛み合い式の4段リターン式ですね。いいですね。まあフレームはね、ダブルクレードの中でありますけどね。車両重量は空車で199キロ。そんなに重くないですね。ね、素晴らしいじゃないですか、ダブは。はい。さあ、そしてですね。はい。これなら行ける。遠い道、遠い国。二輪 GT の世界。ね。これどこまでが語るかよくわかんないですけどね。はい。そして、もう一台、いいですか?これは、あと、こんな引っ張って大丈夫?これね、読み応えありますね。非常に読む、楽しい。もう最高ですね。今のカタログ見習いなさいよ。ダメ。ほんと、こうじゃないと。この昭和のね、いい時代の、たまんないですね。ほんとにたまんない。もう読んでてね、高速ハイウェイ時代にマッチした。日本の高速 GT。余裕のある人の余裕のある車。こんなもう、泣かせますね。はい。ということで、今回は、川崎650ダブワンスペシャルのカタログでございます。650RS のカタログはまた次回ありました。紹介して読みたいと思います。ということで、いやー素晴らしい。川崎重工業株式会社。ありがとうございました。